はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、貧血だから軍資金がいるなんもな。してないですね。物語が始まって、あ、入れないんだ、父さんの部屋。絶対立ち入り禁止。分かってるって、入らないよ。その前回は、もう本当に Life is Strange 2が始まって、なんか、やっただけ。で、一旦なんかいろいろやりとりした後に、開かないんだ。やりとりした後に、家に帰ってきおい、ダた。ニエル、開けろ。で、パーティーの準備するかっていうぐらい。いいから。ごめんね、弟。何やってんだ、フランケンシュタイン博士。僕のチョコクリスプ、なんでお父さんに渡したの？結局、ゲットしただろう。ったく、わがままダニエルめ。そのハサミは？なんでもない。後で教えあ、るなんかから入作っっててんじこゃないなの？いハロウで。ィンパーティーの。可愛いとこあるね。キューブしゃぶ。ならいい。ちわかったよ。聞かないよ。ゃんといいおた兄ちっゃんたでいい一よ人や。の兄貴なのにな。頼りがいがあって、面倒見のいい。やめてよ。可愛いダニ、ダニエル可これ愛い。だけは言えるよ。3日後、僕の仮装を楽しみにしてて。絶対それじゃ今ん。年のハロウィンはすごいよ。ねえ、パーティー行くんでしょ？エリックんち？ライラも来るの？答えは全部イエスだけど、お前はノー。子供はおお。留守番してな。ライラならいいよって言うのに、お兄ちゃんより優しいし。ライラ、僕のことなんか言ってた？ライラ浮気する。あ、どういうこと、どういう関係なの？お前と結婚する。お前と結婚する。ちょっと言っちゃおう、ちょっと。お前と結婚するってさ。うるさいな。てか、別に行けなくてもいいもん。だって僕もやることあるし、一人で。はいはい。かわいい。まあいいお姉ちゃんなんだろうな、ライラはな。ダニエルはいつも何か企んでる。今度は何だ？絶対ハロウィンの仮装じゃん。あ、見たわ。ダニエルの算数ええー、はこれ見な小くて遣い取らないとダメじゃ済んん。てか、だ。ブランケットどこ？ありがとう、父さん。ブランケットどこよ、父さん。あ、てかあれか、まだ下行けるもんな。父さん、お金ちょうだい、父さん。10ドルじゃ我慢で貧きない血よ、だ俺。から軍資金がいるな。父さんはブランケットどこにしまったんだ？この絵は父さんにお願いされて描いたんだっけ？オクトパスだ。驚いたよな。ダニエルにもお願いしてたけど。父さんにお願いされたんだな。タコ好きなの、父さん。 タコ好きなのってちょっと薄い質問しちゃったけど、多いな、見れるものが。ブランケットあったし。ベーカーさんに行こうって父さん言ってたっけ？うまく滑れるかな。なんかいい家族ですね。ちょっと逆に怖いけどね、なんか。よし、ダニエルのを使わなくて良さいいそう家だ。族だからこそさ、なんか、これ1か枚らくらいなね、くなっても大丈夫だろ、父さん。大体こういうのって不穏になるじゃん、なんか。ダニエルがマリア様の人形を壊しちゃって。イエス様ごめん。いや、分かりやすく言えばさ、まあ、なんか死ぬとかさ、があるんじゃない？なんかいい関係すぎるもん。こんなものいつまで取っとくんだ。てか、本当に理想の家族すぎて逆にちょっと不安になってきた。このチャリ売っちゃえばいいのに。ね。いや、待てよ。1、2、3、4。そして一つは女性向けの自転車。お母さんのなんだろうな。これきっと。売っちゃえばいいのにって言うってことは、お母さんあんま知らないのかな。この兄弟ショーンは。か？うん。ああ、上の空って感じだな。たく、今夜ははしゃぎすぎるなよ。ごめん、ダニああ、エルって言えばよかった。そこでコソコソしてるついでに、赤い棚の一番上の引き出しからレンチ取ってくれ。赤い棚の一番上の引いいき出し。よ、待ってこれて。か。いいよ。ああ、レンチないけど。しまった。別のとこに置いたか。探してくれるか。近くにあるはずちょっだ。と。16ミリのフレックスリバーシブルレンチだ。たく、これか。他にやることあるってのに。待ってて。あ、これ重力じゃないな。今日サムが来たぞ。お前によろしくってさ。
16じゃないな。足治ったの？いや、俺たちは怪我の治りが遅い年頃だからな。これか。年は取りたくないね。ま、死ぬよかマシだ。フレックスリバーシブルレンジって書いてるのかな。あ？父さん、わかんない。父さん、どれが16ミリかわかん。文字潰れてんだけど。レンチまだか。あ、これじゃない。待ってて。今探してるよ。ちょっと待って。これじゃない。16。持ってきてくれよ。16これじゃない。父さん、16ミリとだけ覚えてました。フレックスリバーシブルレンジはちょっとよく分かんなかった。これは？どうよ。よしよし。さすがっしょ。やっぱ16ミリ。親父から少しは学びを得てたってことか。当たり前じゃないか、父さん。はいはい。じゃああとはこれを。お小遣いちょうだい。閉めるだけ。お手伝いしたし、お小遣いちょうだいよ。さて、ようやくお前も親父と車いじる気になってくれたか。ああ、まあ。好きじゃないのはわかるが、手に職はつけんとな。まあね。芸術、スポーツ、機械、何でもいい。お前が夢中になれるものならな。父さん、あえて聞いてみようか。いつもそう言うけど、あえて子供らしくね。そりゃ俺が引退した後に面倒を見てもらうためさ。引退すんの？いつかはな。まあ、ジジイになった時ね。メキシコに戻るかね。プエルトロボスに。またいつもの話か。ロボスってあれかな、写真のやつかな。卒業前に車を用意してやってるのにひどい言い草だな。別に頼んでない、ありがたい。いやー、反抗期チックに行くか。反抗期チック頼んでないで行くか。でもありがたいけど、俺は多分、俺だったらありがたいけど入っちゃうんだよな。ああ、父さん、ありがたいけどまだ運転苦手なんだよ。早くなれないとな。卒業パーティーにバスでエスコートする羽目になるぞ。そんな相手なんかいないよ。ダニエルっていうお邪魔虫がいるんだから。9歳だぞ。お邪魔虫の自覚なんかありゃしないよ。頼られてるんだから助けてやれよ。それが家族だろ。この国も風向きが怪しくなってきたしな。なあ、ところでさ、待ちくたびれたぞ。パーティー用の小遣いの話だろ。父さん。正直に答えろ。いいか、小遣いで何買うつもりだ。酒か、ハロウィングッズ。俺知らないよ、こいつが何買いたいか。知らないけどさ、まあ、酒じゃないんじゃない、まあ、話の流れからしてもさ、なんかお父さん酒まだある、酒があったはずだからみたいなこと言ってたからさ、酒買うつもりはないんじゃない。まさか、あ、酒なんか買わないよ。ほら、ハロウィンだしさ。ハロウィングッズとかだよ。そうか、40ドルやろうと思ってたが、そんなにいらなそうだな。ちょっと、父さん。20ドル、これだけ？なんだ？それだけありゃハロウィングッズとやらを買うには十分だろ。とにかく、車も葉っぱもなしだ。いいな、ライライも言っとけ。わ、はい、かったな。オーケー、とく。気をつけろよ。無事に帰ってくれば何も言わん。お前くらいの年の頃はいろいろあるからな。父さん、昔遊んでた？10代の頃、結構遊んでたの。悪いが、そういう思い出はメキシコに置いてきた。ほら、もう行け、俺の気が変わる前に。父さん、家にいるうちはダニエルを見ててくれよ。わかった、ありがとう。おいおいおい、一つ忘れてるぞ、ショーン。おいおいおいっていいな。このナイスなパパにハグしてかなくてもいいのか。いや、これはね、正直ね、そのダニエル、俺は言うけどさ、やっぱその成人してからってなかなかそういうことできなくなっちゃうんだよ、やっぱり。やっぱね、こう反抗期の今もわかるよ。わかるけど、やっぱね、ガキの頃からやっぱ親孝行はした方がいいと思う。
楽しんでこいよ。まあほどほどにな。そうだね、そうする。じゃあね父さん、また後でなしょう、ね、関係いいんだしなお前らは。なんか俺が関係悪いみたいな。父さんはすごかったんだろうな。話してくれないけど、車全部揃ったぞ。リュックあれなんじゃない。だから父さんがその悪い経験があったからこそ今教えてんじゃないの。ガレージ手伝いって言われても無理だな。やっぱ自分がね、やっぱね、できなかったことがね、やって失敗したことやっぱ伝えると思うからさ。父さんよくライブ行ってたっけ。おっさんバンドのライブって楽しいのかな。あ、これ入ったらすぐ父さんイベント起きちゃったか。父さん隠れマニアだよな。手よりオタクか。宇宙からやってきたチュパカブラ気になるな。宇宙からやってきたチュパカブラは気になるな。はあ、これ。あ、ラブ&ピースじゃん。俺も読んでみたけど、死ぬほど退屈だった。父さん政治の話好きだよな。ちょっと難しそうだもんな、なんかちょっと。ガレージの経営は父さんの夢だった。すごいよな。マジで。あ、じゃここでお店もやってんだ。家系お店。うわ。これだけあれば工具店も開けるな。開けねえよ。ひら舐めすぎだろ工具店を。こいつで親指なくしかけたっけ。こわ、シャレならんじゃん。その話シャレならんな。電動のこぎりはもうポッキリいっちゃうぞこれ油断したら。あ、違うな、こっちか。行こうか父さん、消すじゃあ。よし、リビングに戻ってリュックに詰め込もう。よし行くぞ。なんかでもさ、急に怒んじゃないの。でもそろそろライフイズストレンジもなんか作り的に来そうだけどな。なんかそれこそその開幕あったさ、あのあれじゃん、警官のやつとかさ、繋がんじゃないのそろそろ。警察来んじゃないの。これで準備は OK。 パソコンでライラに通話しよう。パソコンでライラに通話ね。 OKOKOK。 パソコン通話すんだ。スマホでいいだろうもう。わざわざパソコンつけんでも別にそんな、LINE 通話でよくね？ LINE 通話で別にスカイプ使わなくても、LINE 通話でいいでしょう。あ、連絡ってあれかな？チャットかな？あ、電話だ。ハロー、ショー。ちょっと待ってて。どこ置いたかな？ビデオ電話やってんじゃん。待ってて。洒落てんね、お前ら。よし、オッケー。リストのもの全部見っけた？全部リュックに入れたぜ。父さんに小遣いもらったし、準備万端だ。他に必要なものある？あんたとジェンに必要なものがあるんじゃない？さてマジな話、今日ジェンとどう話す気？え？試されるますか？そうだな。まあ普通に音楽の話でもして、趣味を探る。話ってそんな考えることじゃないだろう。やることちゃんと考えてんだ。本気で惚れてんね。考えて向かったらさ、結構難しいよ話って。すぐ終わっちゃうよ多分。その都度なんかやっぱ思いついたこと話した方が多分話続くからな。いい子なんだ。てんてんてんって、なんかちょっとちょっと重いな。だったら強気に行こう。だからこういうの初めてだし、ちゃんと考えないと戦えないだろう。かわいい。ま、自分らしくしな。それで好かれてんだし。そうね、これ見てよ。ゾンビの血作った。コーンシロップと着色料で。お、センスあんじゃんお前。出てけよダニエル。僕はただ、まったくもう、ただノックしろってこの前言ったのに、もう忘れたのか。センスあんじゃんお前。とにかく、あんた最低。なんてことすんの。でもゾンビの血見たかったのに。一緒住んでみな。あいつと住んでみな。俺の気持ちがわかると思うぜ。とにかく。もしを変える？そんなんだからまだ童貞なんだっつの。でも今夜で、そうじゃなくなるかもね。フラグ立てるなよ。失敗フラグ？巻き取ってあげようか？頼む。で、いつ来るんだ？まずママから車のキー借りなきゃ。あんま嘘つかずに済むといいけど。
この前怒られたし。この操作何なんだ。いるかこれ。なんか、あ、ライラをスケッチする。ビデオ通話だからバレるくね。でも見せて。最高傑作だ。最高傑作の予感だろ。私の似顔絵だし。ん？なんだこれ。ねえ、ジェンが今夜の衣装アップしたよ。え？ SNS に上がってる。え？見といた方がいいよ、多分。テンション上がるよ。本当？あんかめっちゃ増えてる。ジェンの写真。ちゃんと持ち物増えるんだな。ねえ、ショーン。それは感じ悪すぎ。え？なんか。もう今なんかやめてよって言ったよ。やめてよって。リップソースはないけど、みんなハイになってるから気づかないだろう。飲むならやっぱ砂糖たっぷりソーダだ。マジアップしてんの。ソルトが寒くても準備は万端だ。ジェンは喜んでくれるかな。何これ。パイプ。エリックからの誕生日。ああ、じゃああれ、ミオズちゃんじゃあれ言われたし。ジェン、ジェン、どれジェン。あいつが SNS か。どれジェン。ジェンジェンジェンのやつ見ようぜ。ハロウィン用なんだ。うわぁ、髪やば。うわぁ、でしょ。あんたが好きなんだって言ったじゃん。てかなんかちょっと弟がはしゃいでんだけど。そのうちわかるよ。ハート、キモいかな。見たよショーン。結婚式いつにすんの。おい、やめろって。ただのハートだろ。そうだよ。髪が好きってだけだ。大した意味ねえよ。ああ、そう。ちなみに、なんか、見る？やめてってば。あ、外からの声か。ちょっと待って。外でなんか起きてる。え、どういうこと？ねえ。こう兄弟思いなんだよね、やっぱちゃんとな。どうしてくれんだ。そんな怒らないでよ、ハロウィンなのに。おい、弟に何してんだ。触るんじゃねえ。うるせえな、ディアス。俺の服に血のりぶちまけたんだぞ。見ろよ。わざとじゃないって言ったじゃん。ほっといてよ。パパのガレージに隠れてろ。この一応謝っとけ、お前。は？え？ダニエルを問い詰める。ダニエルをかばう。これは一体？あ。いや、これはでもさ、いやでも、ダニエルも謝ればいいと思うけどな。謝ったらもうちょっとね、争い起きなくなるからさ、多少は。まあでも、か、まあ、兄としてはやっぱかばうべきなんじゃない？やっぱ兄としては。悪気なかったってのがわかんねえのか。強い強い強い、言い方強い。言い方強いよ。魔法ガキだよな。は？言い方が強いって言葉通りだ、間抜け。弟に二度と手出すなよ。なんだ？パパに告げ口するか。ふざけんな。てめえとやり合うのに親なんか必要ねえ。かっけえ。やんのか。来いよクズ野郎。人の国で調子乗んな。おお、かっけえ。ショーン、何してんの。中入ってろ。ショーン、殺してやれ。強っ強っ。お前ら全員無所に入っちまえ。でアクション。どうしたの。やべえな。ダニエル、こっち来い。ショーン、大丈夫なの。おいおい、離れろ。早く。違うんです、お前さん。黙れ。いいから離れろ。動くな。伏せろ。なん違うんです、こいつが。悪いのは弟に手を出して。な何があった。頭の後ろに回せ。なんなんだよこれ。なんでおいおい、ショーン、何があった。おい、伏せろ。俺たち、何もしてないんだ。ショーン、静かに。本当だって。お前さん、話を。ごめん、父さん。なんでお前さん来てんの、ここに。二人ともいい子なんです。何かの間違いです。動くなと言ってるだろ。何もしてないって。大丈夫だからな。地面に伏せろ。ないついていけないんだけど。なんでおまわりさん来てんの、ここに。誰も通報してないのに。そして何、友達はどうなったの、あれ。石にぶつかっただけじゃないの。そう
ところなんだよね。ちょっと知ってる内容自体は。そうなんだよ、この弟が超能力を持ってんのよ。何が、え、風強っ。さん、なんで俺もう予想当たっちゃったもん。ほらびっくりするぐらい予想当たってんじゃん。おい起きろダニエル、起きろ、逃げるぞ。おい、なんかリュック持っていけないかも。あ、リック持っていってる。もういい、幸せのあれだったのにな。なんで警察撃つんだよ、おかしいだろ。二人ともいい子なんですとしか言ってない。お父さんもさ、殴りかかってきたら、まだしもさ、ちょっとよくわかんねえな。ほんとなんであいつ来たの、あんな必死になって間違えたのかな、通報先を間違えてきちゃったのかな。なんか おかしかったもんな、普通に間違えてきたところ、たまたまなんか揉めてたからさ、勘違いしたのかな。タイミングわからなすぎたもんな、誰も通報してないのに。で、友達もなんか石に当たったぐらいで、なんかすげえって言ってたから、刺さったのかな。でも刃物とかではなかったよな、多分石だったよな。一瞬しか見えなかったけど。国外逃亡じゃん。あ、目覚めた、ダニエル。ダニエル、ここじゃ休めない、先に進まないと。膨れっ面してないでさ、行くぞ。でもだって、足痛いんだもん、この靴のせいで。しかももう4日も歩いてるし。はあ、2日だ、バカ言うなよ。橋の下なんかで寝たから背中も痛いし。まあ、この年齢だとな。同じだよ、ブーブー言うな。疲れが倍になる。キャンプってこういうもんなんだよ。家でダラダラ、部屋でゴロゴロ、そういうんじゃない。つまり本物の冒険だな。だから行こうぜ。いいお兄ちゃんっぽいところ見せんな。ほら、お父さんは。ダニエル、頼むよ、行かなきゃ。なんでお父さんいないの。みんなでキャンプ行きたがってたじゃん。ああ、でも父さんは来れないんだ。前も言ったろな。分かった、でももう歩くのはやだ。ちょうど気失ったのかな。自分の部屋に帰りたいよ。ちょっと現実逃避。わかるよ、でも学校行かなくてもいいんだぜ、だろ。うん、それに、あ、みんなに教えたら絶対驚くぞ、超歩いたなって。本当？本当に？お父さんも驚くよね。歩いたのって多分100キロくらい行ったかな。いやいや、200キロだろ、感覚的に。おお、僕たちすごいね。でも次はショーンのみたいないい靴買ってもらおう、お父さんに。ビッグフットになるのに靴いらないだろう。
今は狼になりたい。あおー、一緒になろう。いや、いい兄貴見せるなお前。ああ、それもありだな。じゃあ遠吠えは練習な。ああそうだ、これから文句言わずに歩けるかテストしてみようぜ。え、ショーンも文句言ってるじゃん。言ってねえよ。俺は、よし鬼ごっこだ、逃げろ。待ってよ、ずるいよ。知るか。いいよ、僕はゾンビだ、お前を食べちゃうぞ。ぐわー。いやもう、ショーンのこの何このいい兄貴っぷりは、その弟に対する詰め方うますぎるだろうね。あ、落ちてる落ちてる、拾う、おいおい、落ちてる落ちてるって、おいおい、それはエース残されたもんなんだから。エピソード1旅立ち、なんかでもめちゃくちゃ絶望って感じのスタートではないな。ショーンが大人なおかげでさ、なんかあんまり絶望感はないな。どうなんだろうね。いや、ここまでしか知らないんだよ。俺が知ってた情報は、なんか2人で冒険するっていうこと、弟が超能力を持ってるっていう、あの公式サイトで分かる情報しかないからさ、これからどういう冒険するのか分かんないんだよな。旅立ち、でもどこに向かうんだろうね。メキシコに戻るのかな。言われてみればメキシコ顔してんな。メキシコのかっこいい感じあるわ。別にメキシコ知らないけど言うほどメキシコ人知らないけど、どこ向かってんだろうね。とりあえず遠くにって感じなのかな。いやでも9歳の子とさ一緒に旅するって結構大変だと思うぞ。辛い時は辛いってね、やっぱよく言うような年だしさ。ショーン見て。ん？看板があるよ。どうした？スプリングトレイル。もう着く？おい。やめろって、もう二度と言うなよそういうこと。はーい、着いたらすぐに教えてやるから。あー、なるほどね。だって疲れてるんだ。もうすぐ着くはキンクということですか。わかるよその気持ち。ダニエル、この辺キャンプにちょうど良さそうじゃないか。さあ、あとどれぐらいで着くとか言ったらね。君は、あ、本当に俺らが警官を殺したと思われてる。無実の罪で刑務所に行くつもりはない。シューティングインサウスシアトル。トゥーソン、シアン・ダニエル。アナウ・ウォンテッド・フォー。本当だ、ダニエルとショーン割れてんじゃん。予算オーバーだったけど、何時間もアレクセムたちダニエルがどうしてもって言うから俺も受けたかったし。あー。え、金なくなってんじゃん。あ、まだ10ドルあるわ。これはコンドームが。夜をしのげる場所を探す。あ、何か必要ならいつでも連絡してほしい。店長、久しぶりだけど、お前んちの周りが警官だらけで大丈夫なのか。ショーン大丈夫だか。1時間後に来たな、メールをもう一回。早くしろ。お前らのがいけてんな。そこは認めるわ。今どこだ。エリックはいい、あれか。男版親友が。早く来いよ、ベルダム。もう亡くなっちまった。早くしろ。あ、エリックはニュース知らないのか。28日で止まってるってことは。ん？頼む。いや違う、エリックはまだ、気づいてないのか、この時には。
どこ行ったの？まだ私の衣装見てないでしょうか？私にも狙ってる人いたんだけど。おい、どこ行ったん？すっぽかすまい。ちょ、ドンキ？あ、パーティー来てないんだ。さっきの音聞いた？あー。どこで気づいたんだ？家出たよ。ジミー来たら教えて。パトカー止まって電話して。あ、ここら辺かな？パパがあんたんちの通りで、通りが封鎖されてると言ってた。何か見える。パトカーと救急車の左右。あ、まだ気づいてないな。正直信じて。まだ気づいてないね。ブチャって言って。心配な人。あんたんちがニュースで出てる。何があったの？ここら辺か。電話行く。あんたのパパが撃たれたとか、人を撃ったとか、よくわかんないんだけど、嘘でしょ？違うの。とにかく何があったかちゃんと教えて。電話して何でもいいから、無事なの。全然あんたのこと考えて。あ！返してる、ちゃんと。充電ないじゃん。大丈夫だ、父さんが答えた。え、嘘？どういうこと？ショーン、今どこにいる？言えない。とにかく無事でよかった。大丈夫じゃない。父さんが死んだ。あいつが撃った。は？誰が誰を撃ったの？あ、警察知ってる人なのかな？うちに来て力になる。守ってあげる。無理だ。何時間住んでた？ダニエル疲れて寝ている。隠れてる。あ、ライラいい子だな。あ、ジェンだよ。見ればわかる。パーティーにこれから来るのか聞きたくて。一緒盛り上がろうよ。あ、ここで聞いてたのか。家で事件があったと聞いたら、ライラに電話してあげて。うちの家が法的にダメだって。ママが弁護士なんだけど、私が絶対巻き込まれちゃいけないから。ああ。これだけはして、お父さんのこと本当に残念だった。あ、ジェイはまだ、そうか、まだ、好意を。今日育ってるけど、今どこだ？無断欠勤か、よっぽどの理由があるんだろうな。社会人近くだ。店長だ、ひどいことを言ってすまなかった。聞いたんだな。事件のことを聞いた。お父さんのことは本当に残念だった。みんな君の心配をしている。シアトル警察に連絡して、事件の解明に協力してほしい。日記。なんか増えてんね。迷子破産。ああ、日記書いてんだ、今でも。地図。え？あ、ほんと大陸横断していくんだ、こっから。記念品。リュックのカスタマイズ使える記念品。あ、スケールタイプ、ぶら下げるタイプ。は？は？あ！そうなんすよ、これ。早期購入者特典だよ、これ。早期購入者特典。なんと、いただいてます。ソーセージマン。アルカディベイ。なんだこれ。これ黒いだよな、マーク。あ、竜巻ね。竜巻はでも、あんまりいいイメージないんでいいです。あんまり。誰もいないし。行ってはしなければ場所。車も通ってないじゃん。通ってないね。ないだろ。ちゃんと守るから。ちゃんとあんのかな、場所が。走れる。あまりカロリーを消費するのは良くないな。しのぎらし、ね、あ、見て、ちゃんとついてる。マスコット見て、リュックに。かわいい。あ、あんじゃん。あ、車あんじゃん。いいじゃん、いいじゃん。うわ、めっちゃ汚いね。まあ、捨ててあるやつだからな。なんで車が？その辺にドライバーがいなきゃいいけど。見えるよ。調べる。どうしたんだ？これ見て、あそこにチョコクリスプがあるよ。セーブポイント来ねえな。本当だな。食えねえだろう。チョコクリスプ、もうずっと食べてないよ。僕、チョコクリスプ大好きなのに。甘いんじゃねえ。2日前に食ったろうが。ねえ、お願い、お願い、お願い。お店があったら買って、いい？もらってこう。怖くね、普通に。やった！機嫌的にさ。ついでに冷えたルートビアもつけてやる。でもお腹すいた。ああ、俺を食うなよ。かわいい。あ、車別に止まるわけ、車中泊じゃないんだ。これは？でもちょっと、時間がさ、わい、こっからじゃん。こっからじゃん、どう見ても。こっから始まんじゃん。
ちょっとじゃあ一旦切ろうかな。セーブポイントが改善されてることを。人間になったみたい。ちょっと静かにして。なんだよ。ハイキングしてるだけだろ。もういいや。ちょ時間がいい感じで、ここライフイズステージここなんだよな、一番問題なのは。問題とか難しいところが、セーブポイントがあれなんだよ。この、ゲーム側が指定する箇所しかないから、そこは難しいとこなんだけど、まあ、とりあえず願って断ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。